岩田、加納のバッテリーでスタートします。バットが折れたがサードゴロ、洗い取った、一塁へ投げる、ランナー動けず、ね、空振り三振。岩田立ち上がりの大ピンチしのぎました。追い込んでいます。合わせた、さあショートゴロ、ワンアウト、そして一塁へダブルプレイ、ツーアウトランナーが三塁。同じような感じでやや外側か、空振り三振。いや、お見事ですね。見事ですね。挟んでるマスターかね今、はい、2打席連続村田を打ち取りました。3回の表横浜、この回も0点です。詰まらせた、ショートゴロ、またゲッツーか、ツーアウト、スリーアウト、竹山連続併殺だ。このボールは、ストライクだ。2敗ですね。これはもうバッテリーの勝ちですね、はい。2打席とも低めの変化球でね、三振取ってるんでね、はい、またの頭の中にやっぱそのボールも一つあるというところにストレートいったということでね、村田からなんと3三振ですね、空振り三振。苦しい苦しいこの回のピンチ、ボールが先行してどうなることかと思いましたが、この回もゼロに抑えました岩田。ピッチャーゴロでまたダブルプレーか。空振り三振、5つ目の三振を奪いました。まさかというような感じまで来ましたからね、はい、ショートどうだ、拾った、一塁アウト、ファインプレー、鳥谷、藤コーチもよしという。吉村追い込んでいる、空振り三振、6つ目の三振を奪った岩田。岩田稔プロ4年目、キャッチャーは加納、完封のアシストキャッチャーになるか。打ち取った、大和から柏木へ、試合終了。岩田見事4年目プロ初完封勝利、8対0、15安打のタイガース、新井金本アベックホームラン、鳥谷猛打賞、素晴らしい試合になりました。